うちの集落自慢、ジビエのパイだよ。お一つ、いかがかなこれから春を祝う舞を披露するわ。メインイベントの前に、ぜひ見ていってね。これがフォレスティアたちの春祭り、スプラウトバンケットか。ああ、すげえだろ。この日だけは、大陸中のフォレスティア族が、一つの集落に集まるんだ。 いっつも森にこもってる一族も今日だけは名物を持ち寄ってお祝いするんだよけど本当にいいのか俺たちがフォレスティアの祭りに参加してもちろんさフォレスティアのこともっと知ってほしいからな集落にウサギのハリコが飾られているのを見たがあれは。 エッグを求めてガンガン行こうぜ。よ。 まさか、アスピド・ュロンとの融合を果たしたこの私が、破れるとは。よかろう。今回は負けを認めよう。だが、結社の力は、この程度ではない。君たちはいずれ、 結社の真の恐怖を知るだろう。偉大なる結社に、行こう 戻ってきたのかみんな無事みたいだよ。よかったー。やったのね。私たち、ついにアスピドケロを倒したのね。アデルペイン どうしたんだみ、みんな、俺から、離れろ<え>ドラゴンの力を、抑えきれないやめろ来るな来ないでくれ アデル・ペインなぜ竜火を許さんぞ。愚かなる人の子よ。あ、アデル・ペインじゃねえだ、誰だ,だお前我はこの体の真なる支配者。 我を賠償なる器におさめし人間よ。許さぬぞ。我が怒りを知るがいい。姿が変わった 我が名は、バルバトス。我が怒りを、己の愚かさを知るがいいやべみんな避けろケイどうする戦うか アデル・ペイン目を覚ましてくれアデル・ペイン <laughs> <laughs> アデル・ペイン君なのか頼みがある。俺に、頼めをさしてくれ何を言うんだアデル・ペイン俺は、 実の妹を《俺の犯した罪は今さら消えやしない》そ《その上お前たちまで》頼むこれ以上俺に罪を重ねさせないでいくれ!》 はやこれまでそんなまたアデル・ペイの意識がドラゴンにさあ滅びの時だ我が身をもてあそんだ報いを受けよ人間ども どうすりゃいいんだよアデル・ペイン危険ですアデル・ペインの前に出てはいけません聞いてくれアデル・ペイン君は自分に罪があると言ったなら、まだ生きることを諦めるんじゃない君に罪があるのなら、罪を背負い生きていくことが、贖罪じゃないのか 愚かな。今更声など届くものか。その万有、死して後悔せよ。まずい逃げろ消えよ。我が前から。そして。 この世界からアデル・ペイン君が妹を手にかけたことは悲しいことだが、君の罪じゃない君に罪があるとすれば、自分の運命をドラゴンに委ねる、その心の弱さだ <laughs> ドラゴンの動きが止まった。お、おのれ、バカな。まさか、このような。 俺の罪は、俺の心の弱さ、か。ああ、そうだ。その通りだ。いや、訂正するよ。君の心は弱くなんかない。その証拠に、ドラゴンにも打ち勝てたじゃないか。いや、やはり俺は弱い。お前たちがいなければ。 あのままドラゴンに飲み込まれていただろう。だが、それでも、俺は生きていく。心の弱さを抱えた咎人として。ま、それが、お前たちに教えられた食材なのだから。アデルペインたちは、これからどうするんだ 俺たちは結社を追う。ドクトルは倒したが、結社は巨大な組織だ。その根がどこまで張り巡らされているか、想像もつかない。結社の真の恐怖、と、ドクトルも最後に言っていましたね。ああ。大きな町のギルド長が結社の幹部だったこともある。帝国の宮廷内にさえ、 入り込んでいるかもしれない。その中では、ドクトルも幹部の一人に過ぎないわ。俺たちの知らないところに、そんな組織があったんだな。俺たちも何か打つでよ。いや、無理をするな。お前は自分の戦いで手一杯だろ。結社のことは、 俺に任せて欲しい。アデルペイン、いいのか結社は俺の獲物だ貴様らは手を出すな二度と俺の邪魔はさせんぞえふん、<laughs> 冗談だ。 私も初めて聞いたななんだ俺だって冗談くらい言うぞ <laughs> アデルペインが真っ赤になってるーか、からかうなよせいいじゃないかからかわれるのは仲良くなった証拠だろあ <laughs> そうだな 何か、懐かしい感覚だ。もう何年も、復讐しか考えていなかったから。お前には、借りができたな。俺がドクトルを倒せたのは、お前のおかげだ。何を言ってるんだ。俺は貸し借りだなんて思ってないよ。俺は、自分が守りたいもののために戦ったんだ。 今回は、相手がたまたまドクトルだっただけさ。だから、アデルペインが気にする必要なんてないよ。そうか。約束しよう。この先、お前の戦いに俺が必要になったら、必ず力を貸すと。ありがとう、アデルペイン。その時は遠慮なく、君の力を借りるよ。 さらばだ、この道の続くどこかで再び会おうみんなありがとうまた会いましょうね彼はこの先もずっとあの体を背負っていかねばならないのだな「運命」の一言で片付けるにはあまりにも辛すぎますね なだけどそれに潰されるようなアデル・ペインじゃないだろう俺にはそう信じられるよ世話になったこの借りはいずれ返す。報酬を